はい、どうもひこまです。ベランダ飯の時間がやってまいりました。今回はね、カップ麺です。カップ麺をね、外で食べる必要もないんですけどね、まあ、せっかくなんでね、ベランダ飯でやりましょう。今回いただくのはこちらです。ニュータッチ、あなたのおそばに名代富士そば、紅生姜天そば。大晦日にこれ食べたかったんですよね。でスーパーいろいろ探したんですけど、どこも置いてませんでした。で年が明けてね、フラッと見たらセールのエリアに置いてありました。おそらくどっかで在庫が余ってね、流れてきたんじゃないかなと思います。Amazon でも扱ってるんですけど、セットで販売されてるんで個数が多いんですよね。賞味期限以内にそんなに食べきれないんでやめておきました。それとね、とりあえず味がどんなもんだかね、確かめてみたかったんでね、今回確かめられます。そばなのに珍しくノンフライ麺です。おそらく初めてだと思う。結構ね、このカップそばのファンがいるみたいです。待望の復活みたいです。さてどんな味なのかね、その辺を確かめていきたいと思います。まあ、入ってるものは至って普通です。器もね、それっぽくていいですね。なんか模様が入ってます。結構高級感あります。まあ結構高いですからね。では開けてみましょう。お、面白いですね。蓋剥がすところがこっちにあります。ここじゃないですね。では開けます。スープは液体スープです。そんでもとこれがね、紅生姜のかき揚げです。お召し上がりの直前に入れ、つゆによく浸してください。 OK です。そんでもってネギもあります。これがノンフライ麺のそばです。ノンフライ麺のカップ麺は美味しくないですけどね。そばはどうだろう。店舗紹介まだあります。昭和41年より関東首都圏を中心に手軽で美味しいそばの販売を24時間営業にて行っております。演歌が流れる駅前のおそば屋さん、また各店が独自の店作り、店舗限定メニュー等で老若男女幅広い層のお客様にご利用いただいております。そんな名代富士そばでも特に人気のある紅生姜天そばを皆様のご期待にお応えして商品化いたしました。香り高い一品、ぜひお楽しみいただければ。楽しんでみましょう。まあ、こう見ると麺が少なく感じます。私のお腹を満たしてくれるのか。蓋を半分ほど剥がし、紅生姜かき揚げ天ぷら火薬液体スープを取り出す。火薬を麺の上に開け、内側の線まで熱湯を注ぎ蓋をする。火薬は先に入れるようです。パラパラパラ。火薬はネギとわかめですね。そんでもってベランダ飯なんだね。お湯を沸かすところからやりましょう。キッチンでね、沸かせば簡単なんですけどね。わざわざガスバーナーを使っていく。それがベランダ飯だ。でちょっと余ってるやつを使います。おそらくこれじゃ沸騰するまでいかないんじゃないかなと思うんですけどね。ちょこっとだけ残ってます。ドッキング OK です。とんでもってこう置きますよね。で水を入れます。いつもペットボトル使ってたんですけどね、倍を意識してね、こういうのを使ってみます。このがなんかそれらしいでしょ。セリアで100円でしたペットボトルの方がいいんですけどね。ある程度使ってね、ダメだったら捨てることができますからね。もうこれも捨てることできるんですけど、なんかもったいない感じがしますよね。まあ100円なら消耗品の範囲ですけどね、捨てるのは忍びない。で水がね、結構使うんですよ。 430ml、 結構な量です。スープがやたら多いな。では沸かしていきましょう。ドボ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 。430入れました。このクッカーのね、メモリがもっと細かいといいんですけどね。なんでこんな大まかなのか。ではガス解放してスイッチオンです。で沸いたらカップそばに投入です。ではガス解放、スイッチオン、つきました。だからもう一つこういうのあるじゃないですか、外って言うんでしたっけ。この火が出るところがね、ちょっと違うんですよね。カセットコンロみたいになってます。穴がいっぱいあって、もしかしたらあっちは風に強かったりするのかな。岩谷に初めてこういうのに出会ったんでね、岩谷に応援したい気持ちがあるんですけどね。外のも気になるところです。やっぱり最大火力が低くなってますね。脇がちょっと遅かったです。ガスまだ使い切ることができません。なかなかなくならないな。では火を止めます。熱くない。では熱湯を注ぎます。ドブ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 。ぴったりです。蓋をして5分待ちます。結構長い。それでは5分経ちました。チャララーン。
あー結構生そばっぽい感じになってます。しかもこの時点で匂いがいい、いい匂いかと思ったらわかめの匂いだ。うん、わかめの香りがいいです。ノンフライ麺案外そばがいいんじゃないか。では液体スープを投入です。ジャバジャバジャバ、しっかりと最後の一滴まで入れたい。 OK です。そして混ぜます。結構雰囲気が生そばっぽいです。スープの量が全然減ってませんね。ノンフライ麺って水吸わないのかな。いやいやいや、液体スープ足してたわ。なんかスープが薄そうな気がするんだけど大丈夫だろうか。見た目はバッチグです。そして最後にかき揚げ天ぷらを入れます。ただのかき揚げ天ぷらとは違いますよ。紅生姜が入っております。その香りがいいらしい。ドブンコ。そしてスープに浸します。チャプ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 。ここからね、油が出てね、美味しくなるんですよね。香りも出るでしょ。おお、すごい紅生姜臭がします。これはすごい紅生姜だ。匂いのことは全然考えてませんでした。味覚嗅覚で味わえるわけですね。ではいただいてみましょうか。ではまずはそばからいってみます。見た目はほんと生そばです。カップ麺には思えない。うん、匂いもなんかそれっぽいです。うんまずくはないんですけど、正直好みじゃないかな。なんかね、紅生姜の匂いがね鼻につきますね。口が紅生姜に馴染んでないのかもしれない。かき揚げを食べましょう。うん、結構な紅生姜のかき揚げです。普通のかき揚げの方がいいような気がするな。麺の歯応えは生麺っぽいです。ただそばの風味はあまり感じない。紅生姜が強いからかな。ごちそうさまでした。紅生姜の味がね濃いです。これだったら私は大晦日に食べた神田松屋のカップそばの方が好みです。まあこれはね、紅生姜天ぷらを食べるそばみたいな感じです。まあそれがメインなんでね、いいんでしょうけどね。なんか無駄に味が強いなっていう感じです。お値段も高いですしね。普通にまゆちゃんの緑のそばやね、どん兵衛でいいと思います。まあとりあえず食べれてよかったです。 Amazon で大量に買い込まなくてよかったです。ちょっとね買おうかなと思ったんですよね。とりあえずこれで満足です。